前回までのあらすじ。海外でカブトムシ捕りをしたい、その夢を叶えるべくノースビレッジ北里洋平がたどり着いたのは、カブトムシクワガタの聖地と呼ばれるマレーシアキャメロンハイランド。熟練のカブトムシハンターと共に大自然の中、道なき道を突き進む北里探検隊。果たして幻の黄金鬼クワガタには出会えるのか。北里洋平探検シリーズ、幻の黄金鬼クワガタは実在した。いや、そこいつもでもわからんわ。頭上の暗闇を指し示すカブトムシハンター。ああ、あれ、果たして隊員たちにもカブトムシは見えるのか。頭上を見上げる隊員たち。全然でもわからん。木じゃないよ、葉っぱの方だよ。あれ、わかった、見えた。錯綜する情報。え、木の真ん中でしょ。木の真ん中ですね。あれじゃないの。ああ。果たしてカブトムシの姿を捉えることができたのか。いや木のさ真ん中にさ見える黒いやつ。どこまで気づくの。どうかわかんない。プロのカブトムシハンターでなければ見落としてしまうだろう。言われてもわかんない。で師匠たちは何してんの。師匠たちは竹槍を取りに行った。高い木の上にいるカブトムシを捕獲するために必要なのか。この1時間ぐらい森の中で。多分まだ1時間は経ってないですよ。森の中にいる予定の時間は12時までだから7時半とかに、あと4時間ぐらいです。やばいな。竹槍を用意したカブトムシハンターが戻ってくる。すごっ、結構立派な竹を。恐らくいろんなものを出してくる。そう、森にいるのはカブトムシだけではない。猛毒を持つ虫が落ちてくる可能性もある。なんかもう捕まえてるそうだ。本当だ。すでにハンティングは開始している。その時、一人のハンターがこちらへと向かってきた。その手に持つのはもしやカブトムシか。おー、ハナカマキリ。すげえ。日本には生息していないハナカマキリ。うわ、すごい。隊員たちが一気に活気づく。すごい。ハンターたちがカブトムシにアタックする中、ヒルチェックを行う隊員たち。塩でやっちゃって。水風呂に入りて。整える、今なら。サウナなくして。川入りて。いっぱいいる。もう背中一面。ないね。過酷な環境に徐々に限界が近くなる隊員たち。果たして竹槍をどう使うのか。棒高跳び方式。まさかこの棒を使い木に登ろうというのだろうか。すると一人のハンターがおもむろに虫取り網を手にし、竹槍へと近づいていく。果たして何やねん、カブがクワガタ。すごい、すげえな。あ、そういうこと。完成してる。ついに奥義が奥義発動。最終奥義発動。長い虫取り網。そう、虫取り網の柄の部分に長い竹槍をくくりつけ、超長尺の虫取り網が完成した。あ、その時、え、そんな逃してしまったのか。え、あれゴールデン。果たして捕獲には成功したのだろうか。すぐに捕獲に成功。果たして黄金鬼クワガタなのか。じゃーん、なんかゴジラ？ゴジラとも聞き間違えているが、こちらはガゼラツヤクワガタ。え、これ木目みたいですごい。え、綺麗ね。その美しさに息を呑む一同。まだいるんですか？まだいる。上から踏みよう。おお、イエーイ。メス。ついに大型のクワガタをゲットした北里探検隊一同。やっとしてる。こんなん取れないんですよ。でも。ね。やばい。じゃあみんな集中しよう。フォーカス、我々がフォーカスしたところで何も。その時、うん、なんか落ちてきた。次の獲物か。うわ、悔しい。あ、ゴキブリかい。残念、ゴキブリだったようだ。お、なんか捕まえてきたっぽい。お先生、で何が。お、あ、さっきのメスだ。ビミューワンペン。お、メス。お、メス。お、あ、
そこにいっぱいいるな。カブトムシクワガタの聖地であることに偽りはなかった。でもやっぱあんま飛ばないんだね。飛ぶっていうよりなんか滑空って感じだったの。落下に近かった、ね、着陸、うん、あ、ヒル、え、中に入ってるの？いや、ちょっと、あ、中に入ってるわ。なんと、あ、貫通するんだ。いや、貫通はしないんだよ。え、しないの？え、こっちにもこっちにも。吸血ヒルがレインコートの内側に侵入。一体どうやって入り込んだというのだろうか。防ぎようはあるのだろうか。え、あ、よいしょ、ちょ、ちょ、取れてないです。本当に舐めてたな。何も見えない。俺の知ってるカブトムシ狩りってあんなに無理かったな。日本でのカブトムシ取りとのギャップにカルチャーショックを受ける北だと。コロ君、でけえコロギいる？しゃがみたい気がするけど、なんかしゃがんだらきっと何かもっと恐ろしいことが待っている気がする。一番いいのは金玉とかをね、キルに吸われることですよね。スタンドバイミーでありましたね。地面は昼間見る。地面とあと上の葉っぱですね。こういう炎の裏にも寝ている。気に入らないように人生みたいな。人間こんぐらい必死じゃないか。人生を学びました。ダイレクターパック。木に直接衝撃を与えてカブトムシを落とそうという作戦が、カブトムシハンターの攻防は続く。周りの中の時間は永遠だね。こんなところで一人で真っ暗闇って朝まで。どういう聞いてるんだろうな。道の方が怖いね。ジャングルの中にはさすがに違う。あ、もう帰るか。帰る。あ、現場？いや違う。ニューかけよう。全然今から戻るって言われても文句はありません。部屋で新車吸いたいとなってきました。心折れてる人が多いな。あ、ヒルだ。これやっぱ貫通してるじゃん。本当だ。中に入ってる。あ、いや、これ外じゃないか。中だ。貫通してる。なんで？だから、ビニール袋食い破ってんだよ。なんと。え、これ、うわ、めっちゃいる。どれ？ 2 匹いる。ほんと、取ってあげる。ちょっと待って、こっち行こう、そう。ビニールを食い破る。どう猛なる吸血鬼。塩もらうわ。もうさ、ここで潰したらだ。潰しても知らない？ここにもう塩かけるよ、ここで。ここでぐちゅってやっちゃうよ。こんな幅、ソーテッパーもね。いっぱい？味付けはやっぱ塩コショウだね。死んだかな。いやでもマジで血は吸われた方が健康にいいらしいよ。これも死曰く献血にはいっぱいいって血を吸われた方がいい。あ、ここめっちゃでかいね。めっちゃいる。あ、手袋落とす。俺も手袋一個なくしたんだ。潰してもなかなか死なないこいつか。あ、ダメです。ここもいる。僕のソルトハンドで、ソルティーハンドで触ってあげよう、ヒルを。ここにもいる。任せろ。俺のソルティーハンドが一番強い、今。宇都宮ターニのヒオル、ソルティーハンド発動。潰したはずなのに普通に動いてる。おらおらおら。ちょっと待って。あ、ソルティーハンドの力が弱い。あ、ここにもいる。なんか、ずっと左手に塩握っとく？ちょっと塩ちょうだい。あはは、多い。ちょっとみんな手に塩塗ろうぜ。でもビニールぐらいだったら食い破って入ってくるって結構強くない？やっぱ学ぶこと多いね。すると、宇都宮隊員が何かを見つけた。あ、いや、これはですね、冬虫夏草と言います。おぉ、虫に寄生するキノコですね。いやー、本当に。この皮絶対気持ちいいんだよな。たとえそれでも皮には入りたい。何度かに見てないんですけど。見てない。でも僕らには塩があるから。え、これ前の兄ちゃん黒くていってんの？さっきから黒くて塩巻きに行って。ジャングルをクロックスであるカブトムシハンター。日本の最後にやる運動じゃねえな、これ。すでに体力の限界を迎えている隊員たち、その体を突き動かすのは黄金鬼クワガタへの渇望か。どこにいる黄金鬼クワガタ。仮にあそこにいたとしてももう頑張ってほしくない。死にそうです。口を開けば意志とは裏腹に弱音が出てしまう。弱音は吐くな。激を飛ばす宇都宮隊員。もう、私のライフはゼロよ。弱音を吐くな、煙を吐け。戦車の鏡が。隊員たちを鼓舞する北里隊長。3回目の、あ、ワラビじゃないこれ。
なんか下に恐ろしげな花が咲いてる。その時、衝撃の事実が。これ水栽培だったの。水が残りわずかに。サバイバーみたいなこと言わないで。これ水栽培。そうなんだ。フラグを立てないでくれ。隊員たちを不安が包み込んでいく。水も残り少なくて、電池もなくなって。人知の及ばぬ大自然の中、水と電気を失った現代人に何ができるというのだろう。なんでそんなフラグ立てるの。死亡フラグ立ってますね。俺に iPhone があるから。あ、ライトだけは。お化けとかいねえかな。完全昼のでかいやつの方が怖い。お化けより湯気いる。あ、これね、湯気じゃないんだよ。シーシャ吸っちゃってるんです。さすがにこの量のね、湯気出てたら人は死ぬよ。まあ、精神と時の部屋ぐらい辛いけどな、この森は。大冒険ですね。その時、宇都宮隊員の叫び声が響き渡る。小学生かよ。樹液すら恐怖となる漆黒の密林。樹液美味しくないよ、マジで。桜の木の樹液は美味しくないよ。紫色の液はめちゃくちゃ効いた。紫色の液。ああ、俺もそれ学校の帰りに、学校の花壇にさ、それがあってさ、全部花取ってさ、吸ったらめちゃめちゃ先生に怒られた。テレビやったけど、似た花の液が。ああ、毒なんでしょ。あんまりそうなんだ。でも小学生にとったらそんなの関係ねえだよね。白と紫あるやつでしょ。で、紫の方が味濃くて美味しいんだよね。俺それでも一緒一人で喋ってるから安心して。気に病むことはないんだよ。あんまり人って無視すると良くないけど、俺は大丈夫なんだ。よく考えたらさ、紫の方が味濃いってさ、アジサイみたいな感じでさ、地面が酸性だから紫でとか、そういうことかな。違うの。種類が違うだけ。はい。なんか、種類の時より楽な気がする。気持ちの楽で。そこにゴールが見えてると思っているからだ。でもそのゴールが偽りだったと分かった瞬間、我々は膝を崩れ落ちるんだ。わかる。もう戻ったら氷のは出ちゃう。一回シャワー入って。疲労がマックスとなった隊員たち。ああ、絶対無理だけど温泉入りて。各々の願望が次々と湧き出してくる。プールに入りたい。終わりの見えない旅路は徐々に隊員の心を蝕んでいく。なんだろう、クライマーズハイ、ランナーズハイ。楽しいぞ。疲労が限界に達した有機隊員が徐々にハイテンションになっている。何かしらの脳内物質が出ている。いいっすね。スリル、ショック、サスペンスよ。その時、有機隊員の視界に信じられないものが。動物の骨だ。いかに野生の動物といえど、大自然の中では弱肉強食。生存競争に負けたものは骨となるしか道はない。その年でダイエットとか考えてんじゃないわよ、あんた。そうよ。太るって難しいんだよ。太るって痩せるより難しいんだからね。限界を超えた精神を奮い立たせるために互いに声を掛け合う隊員たち。その時。おい、大丈夫ですか。足を踏み外してしまった北里隊長。もう限界などとうに超えている。だが前に進まなければ黄金鬼クワガタには出会えない。でも雨降んなくてよかったっすね。ねえ、ね、途中で雨とか降り出してたらこれちょっと楽しくなっちゃうよ。どうしよう。気力を振り絞り前へ進み続ける隊員たち。その時、先導会いなくね。多分登ったっけこれ。登った。僕が帰りたくて。
手、手持つよ。大丈夫？先導するカブトムシハンターを見失い焦る隊員たち、追いつくことはできるのか。だがしかし、あれ迷子になった。あれ本当に迷子？あっちか、あっちだな。遭難の二文字が呼びパニックとなる隊員たち。合ってる合ってる、光はがまだギリギリ見える。果たして生き残ることはできるのか。すると、あ、オッケーオッケー、見えた。先行する本体を見つけることができた。遭難してしまえばあの動物の骨と同じ末路は見えている。一瞬ガチで見えなくなって終わったって思った。歩くだけで精一杯よ。もう疲れてるもん。喋りたくもない。喋るけど喋ってる。なんでだろうね。俺普段ね、結構物静かで有名なんだよ。巷では物静かな子っていうので言ってんだけどさ、なんか周りの人がテンション低いと楽しくなっちゃうんだよね。みんなテンション低くないよ。あ、そう？安全第一で歩いてる。そう、だからそういう時になんか無駄口叩きたくなるんだよ。ポーカーとかやってる時もさ、みんな疲れて何も喋ってない時無駄口叩きたくなるんだよ。無駄口こそが人生よね。そうは思わないから。その後も延々と喋り続ける有機隊員とカブトムシハントを続ける隊員たち、果たして幻の黄金オニクワガタとは出会えたのだろうか。はい、ということで昨日のクワガタ通りから予約が来まして、お疲れ様でした。お疲れ様です。結果発表、全部を持って帰ったわけじゃないんですけど、まず今回の企画で気がついたのは、カブトムシハンターたる人たちっていうのは毎日ジャングルみたいな入っていて、カブトムシクワガタだけじゃなくて、それこそゴキブリとか、あとバッタ、カマキリとかいろいろね、途中捨てられてたのってゾウムシとフナムシだけはポイって捨てられてたけど、それ以外のは全部ね、その場で袋に入れて、もうそれで商品化してるみたいな感じ で話を聞いたら、次の日の朝になるといわゆるそういうバイヤーみたいな人たちが来て全部買い取ってくれる。虫は、捕まえた虫は全部その人たちの収入源になるので、僕らの取り分だけもらってきました。なんですけど、これ見てください。この中に、つがいの捕まえたクワガタを入れてたんですけど、朝起きたら、ここ穴開いてて、で、一匹は飛んで、で、もう一匹やってきてか歩いてたと。と、うちの息子が見たと証言してるんですが、息子は軍手なくしてカブトムシを触れないということで、そのまま放置と。よって、メスを逃しました。で、そのオスがね、この中にいるんですけど、暴れん坊の。ひっくり返ってる。まずこいつですね。すげえ綺麗なんだよ。これがね、つがいでゲットできたから、やったと思ったんだけど、朝からかなり捜索はしたんですが、見つからない。で、これは、ギャル君に育ててもらいましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。そして次がですね、こちら黄金オニクワガタ伝説の、はい、黄金オニクワガタゲット。これが念願のモンハンにも出てくる黄金クワガタ。念願叶い感動する北里隊長、まあ、あのユキ君とヒダル君を2人で育てるというのでまとめて渡してきますね。どうぞ。あ、でその中に 4,5 匹超ちっちゃいクワガタが混ざってる。これも昨日捕まえたやつなんですけど、わかるかなこの小ささ。指に乗っければわかるか。これ、クワガタでしょ、ちゃんと。ちゃんとクッキー見えます。これが、おまけで5、6匹入ってるんで、この中に。お得。お得です。これすごい。さらに、立派なクワガタもゲットしていた探検隊。でかい。でかいよね。大クワガタみたいな。これちなみにね、大きいの汽車の箱で育てるとすぐ喧嘩して死ん、翌日には死んじゃうので、ね、全部バラバラで。これなんていうクワガタなんだろうね。日本で言ったら平田クワガタか大クワガタかって。かっこいいです。かっこいいです。かっこいいです。じゃあこれもお二人に
捕まえた虫を隊員たちに送迎する北里隊長。見ている分にはかっこいいです。どうぞ。あ、また全部痛くのもらって羨ましい。これだけね、ちょっと僕のあれその虫の正体とは一体なんですか。それはこれ黄金オニクワガタなんですけど、すごいですよ。金ピカ度が全然違う。すごくない？輝いている。超金でしょ。なんとかね、これのメスをゲットできないかということで、中期のヒデハンターの人に、今夜もしメス捕まえれることがあったら、その朝これ、なんだっけ、得意でかくない？もう一回しろ。こいつが、今回の目玉ショーです。これが伝説の黄金の肉。クワガタ好きからしたらたまんないんだよ。でも分からない人からもしたら全く分かんないんだろうね。それでも金ピカに光ってるんですよ。そうだよね。だって裏側まで金ピカだよ。ねえ、こいつはすげえな。超かわいい。ということで、今回のカブトムシハンターになるぞ企画大成功ということで、お疲れ様です。日本から遠く離れた地、マレーシア、キャメロンハイランド。そこは確かにカブトムシとクワガタの聖地だった。過酷なる冒険の末についに出会えた幻の黄金オニクワガタ。今日もキャメロンハイランドではカブトムシハンターたちが大自然の中、カブトムシクワガタを探し続けていることだろう。ありがとうカブトムシハンター。そしてありがとう北里探検隊。勇敢なるノースブリッジ編集部員たちよ、これまで惨憺たる卑劣な偏向報道を続けてきた地球報道メディアの半数は宇宙に消えた。我々が長きにわたる潜入取材で勝ち取った2023年9月4日出版のこのガクト敗戦記こそ、世界の驚嘆に値するガクトの真実である。すべての事件の真相を正確に伝えてこなかった地球報道メディア、そして独断で正義を振りかざす軟弱なアンチ集団にいかほどの言い分が残っていようとも、それはすでに形骸である。正直に言おう、炎上におけるいかなるアンチコメントもガクトは読んでいない。そもそもガクトは世間をざわつかせるために生まれてきた。我々は地球のためにガクトの全てを白日のもとにさらさねばならんのである。果たしてガクトは黒なのか白なのか、それを決める陪審員はこの本を最後まで読んだ読者たちだ。よくやった、ノースビレッジ。 Thanks so much for coming. Please go home safely. Don't forget to always walk on the wild side.